ボージャック。なんだい。ご飯できたわよ。ホームセンターでエドに会ったんだけど、空が騒がしいなんて言うんだぜ。別に飛行機も鳥もいないってのにさ、今度聞いてやろう。一体何が騒いでたって。もう、ボージャックやめて。なんでさ、ついやっちゃうんだ。サワサワ揺れるのが可愛くてたまらないんだよ。はあ、この先の人生も今と変わらず俺と一緒にいてくれ。ええ、もちろんよ。だけどあのね、今と変わらずは無理かもしれない。私ね、妊娠したから。本当？そりゃ嬉しいな。でしょ？8割方あなたの子だと思う。どうだろう？今すぐ君を抱きたいって言ったらまずい？どうしてまずいわけ？だってほらさ、赤ちゃんが怖がるかも。赤ちゃんが生まれるまでは口と手でした方がいいな。ああ、かわいい子ちゃん、おはよう。パパ来た、パパ来た。来たよ、おちびちゃん、パパでちゅうよ。お指食べちゃうぞ、パク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 。パパ。なんだ、パパ。星はどこに行っちゃったのかな。空にあるよ。今は太陽があるから見えないだけだ。へえ、パパ。なんだい？ねえ、もしもパパが子供なら私たちお友達になった？それはどうかな。パパはクッキーと緑色と三つ編みは好き？好き。全部大好きだよ。よし、じゃあ友達申請を出したからあとは返事を待ってればいいんだね。承認された。ああ。やだ、かけないで。大きくなったな。バイクに乗る彼氏ってどうなのかしら。シャーロット、彼のはスクーターだよ。それなら安心かな。今何考えてる？そうね、こっちの人生を選んでたらあなた幸せになれたのにって。ああ、何、どこだ。